俺たちも近辺海域に入った。船内のホールで合流しよう。了解。向かうわ。あ、そちらで会おう。以上。見えた、クイーンゼノビアだ。あっちゅー、いきなり沈没寸前だけど。気をつけろ、水中に何かいるぞ。来たよ。はい、どうも皆さん、こんばんにちは、たかぽんです。来たです。来たよ、こういう系。うわ、なんかいるよ、なんか長細っすね。グレネード、グレネード、もう、なんなのよ、触手。ヘリなら空からひらりと記憶だったのに。ねえ、クリス。ああ、レギアトリス照射の影響で、ヘリの水平がやられるとはな。本当、停電より立ち寄るよ。ちょっと、ちょっと、いつまで続くのよこいつら。狙いを外すな、キリがないぞ。旋回する、振り落とされるな。すげえやりすぎ。大変そう。どれ狙えばいいか分かんない。こいつら多分これ自体狙えばいいんだけど。あれ嫌だな。ゼノビアに乗り込めそうなポイントを探すぞ。なるほど、探さなきゃいけないの。あいつは何だった、ここなら乗り移れそうだな。ジェシカ、合流地点へ急ぐぞ。あら、沈没寸前に乗船なんて二度とできない経験よね。 BSAA 諸君、よくぞレギアソリスを阻止した。今こそ話すべき時が来たようだ。このゼノビアに隠された謎、我々が求める真実を。真実だと？聞きたまえ。一つ、そもそもなぜ今ゼノビアは現れた？どうやって1年も地中海をさまよい続けた？手品でも不可能だ。二つ、テラグリジアパニックの主犯たるテロリスト、ベルトロはどこへ消えた？そいつはお前に聞きたいぜ。ふん。そして三つ、レギアソリスまで使ってゼノビアを消そうとする者がいるのはなぜだ？疑問の裏に隠された不都合な真実、今の君たちなら導けるはず。それこそが。なんで撃った？当然よね。仲間が狙われてたのよ。死ぬのはまだだ。何？レイモンド？なぜなんだ？どうしてお前がベルトロを語った？
探せ、テラグリジアの真実を。あ、死んじゃった。短っ。多分続いたんだろうねチャプター的に。あ、確かに。それ以外なんでもないと思うこんな早く終わるのはまだ続くんじゃないかな、うん、エンドって書いてないから。ああ、そっか、続いてるんだ。残念だ。沈没まで時間がない。急がないとウイルスを海にばらまくわけにはいかないわ。俺たちはクイーンセミラミスを調査してきた。研究施設がありそうな場所は把握している。そこに向かおう。ああ、俺は少しでも沈没を食い止める方法を探す。ジェシカ、お前も来い。よし、お互いパートナーを入れ替えようぜ。その方が効率的だ。了解だ。俺とジルは研究施設に向かう。二人は時間を稼いでくれ。ああ。ジル、これなら水中でも使える。奴らの動きを抑えられるだろう。了解、クリス。それと端末に研究施設があると思われるポイントをマークしておいた。ああ、落ちなかったな、片物くん。戦略があったみたいだぜ、ジェシカ。ジェシカって女がなんか気に食わない。勝手に撃つのか。全てはレイモンドの仕業だったの。いや、全てが明らかになったとは思えない。この事件にはまだ裏がありそうだ。おお。危ない。ふっ。ああ、パルスグレネード。おお。水中に使えるのかパルスグレード。大丈夫なんだ。まあゲームだからな。急ごう。研究施設には船底から行けるはずだ。気をつけて。この先の水中にも化け物がいるわ。了解だ。まあ上の根のために何かが引っかかって反対側か。ああ違う、全く同じことやった。研究施設はこの先。いつの間に、クリス早い、クリス早い。クリス先に行く、こいつ。むちゃやわ。
それは嬉しいかも。え、早すぎて逆に追いつけないんだけど。クリス早えよ。閉めないで開けておいて。ていうか片手で開ける方がすごい熱いやつ。こんなにあって。クリス早い。あ、違う、ちゃうね、ちゃうね。クリスむちゃやねんよ、こいつ。ジル、これを試してくれ。これって何？ああ、さっき取ったやつだ。クイーンセミラミスで手に入れた鍵だ。構造が同じならこの先が研究施設だ。自分で試しちゃいない。なったんやね。なんかここだけ雰囲気が違う。超厳重みたいな感じの雰囲気の。すごいな、この感じ。なんかすごい未来的なさ感じるね。BGM なくなった。開かないでしょ、やっぱり。開かない。あ、直でいけるんだ。開けたんかい。エレベーターなくか。指紋情報を登録します。指紋情報の登録が完了しました。多分これでキルなの。うん。やっぱり。1名ずつ入室してください。メッキン室、これ金が急フォーカスのパーツ。もしかしたらこれ普通の武器じゃなくて一周してからつけれるとか、そういうパターンのやつ。一周クリアしてからみたいな。あ、よく無限武器とかあるじゃん。メッキン開始、しばらくお待ちください。なんだ。なんだ。やだ、これ一名ずつっていうのがやだ。あ？何何何？右から。お、マジ？なにこいつ？マグナム。何これ。エールフォーク。持ち帰った武器は自動的に武器ボックスに送られるように取り付ける。はいはい。アロワナがいる。アロワナ。あ、
わからん。倒した。心配ないわ。共に行け。何だったんだ。ビラルクだっけ。でもボスが2体とか一気に出てくるときあるから、一度戦ってやつが、まあ、実際なんかチェーンソー野郎1匹だって2匹出てきたし、でも体力少なかったけどね、うん、ちょっと体力多かったら鬼畜すぎるでしょ。いや無理でしょ。なぜ客船を偽装してここまでの設備が。何らかの陰謀に利用されたことは明らかだな。事件の謎、その答えもこの先にあるかもしれないわね。うん、卵落ちてるよ。この先にある研究施設だ。クリス怖い目が。確かに。めちゃくちゃ怖いよクリス目。目見開きすぎでしょ。なんかボス出てきそうなんだけど。あ、終わった。それであとエピソード8の感じですね。じゃあまあ今回も短いんですけど、もうこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。